今幸せですか？どんな現実があろうと、今のままで幸せと思えるか、今の現実を不幸と思うかで、幸せか不幸かが決まります。つまり、幸せって、考え方一つなんですね。今の現状を、ついてない、不幸だな、と思っている間は、幸せは来ません。幸せになりたいと思うと、自分の潜在意識は、今幸せでないと、分かっているので、不幸と思っているのと同じです。反対に、今のままで幸せと思うと、次々に幸せがやってきます。潜在意識が幸せと思うので、幸せを呼び寄せるのです。では、今日も素敵で有意義な一日をお過ごしください。私は、YouTube で政治に興味を持ちました。YouTube なら政治がわかる、議員がわかる。パソコンの方は白枠内をクリック、スマホの方は動画下の説明欄から見れます。スマホは動画右下の下三角をクリックすると説明欄が開いて URL をクリックできます。